それでは、久しぶりの路上ライブですね、やらせていただきたいと思います。すごい今日は、私の歌を聴きに集まってきてくださった方ですか。ちょっと手を挙げてください。すごい、ありがとうございます。7時から8時、1時間という枠で ここで歌わせていただくんですけれども、最後の方はちょっと私が持ってきた CD とかいろいろ宣伝もさせていただけたらなと思っておりますので、短い時間ですけれどもぜひ、楽しんでください。本当にありがとうございます。それでは、早速ですね、1曲目、あなたがいることで歌います。聴いてください。
してくれた。あなたが描いた未来の中に僕ら一緒にいられるように、あなたがいることでどんな明日も歩いてゆける光になるから、星が見えない孤独な夜でも信じられる、僕らはここで いただいて本当にとっても嬉しいです。前回の路上ライブがいつだっけ、3月ぐらいでしたかね。2月23、詳しいな2月23日ぶりになんと路上ライブ、ね、私もあの4月の13日にあの歌舞伎町の広場のところで路上ライブ、あのストリートみたいなのさせてもらってはいたんですけど、ここでやるのは本当に3ヶ月ぶりぐらいでですね、もう本当に意外と路上ライブをしたことなくって、まだまだなんか初心者のつもりでいるんですけれども、はい、最近はですね本当にたくさんお仕事とかいただいて、遠方の方までこうイベントだったりとか、結婚式で歌わせてもらったりとか、本当にこの路上ライブがきっかけで本当にたくさんの人に歌声を聴いていただけてるみたいでありがとうございます。なのでちょっと久しぶりの路上ライブということでちょっと気合を入れて、もう今日初めましての方もたくさんいらっしゃると思うので、その方々に、そしていつも聞いてくださってる皆様に届くように、気持ちを込めて歌いたいと思います。それではですね、次に歌わせていただく曲は、ちょっと路上ライブでは初めて歌う曲を歌います。日本を代表するアーティスト、サザンオールスターズさんの有名な楽曲津波を出させていただきたいと思います。それでは、津波聴いてください。かつにトマト弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流る最悪ミスよ、消せどもゆる魔性の火よ。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風任せ Oh my destiny、 涙枯れるまで見つめ
覚めるとき深い闇に夜明けが来る。本当は見た目以上打たれ強い僕がいる。泣き出しそうな空眺めて波に立った。この曲は皆さん知ってましたよね。はい、はい、次はですね、私のオリジナル楽曲歌わせていただきたいと思います。12月23日に、初配信したばかりのメモリーズという楽曲です。自分でピアノで作詞作曲をしまして、やっと配信が、できた、記念すべきファーストシングルなので、それでは、恋愛の曲です。聴いてください。メモリーズ。あなただと気づいた頃には桜が舞い散る。涙が溢れる。いつの日か思い出に変わる日が来るから、前を向いて希望
ありがとうございます。メモリーズという楽曲でした。今日ですね、あのメモリーズの CD を、4月20日のワンマンライブで初めて作ったんですけど、その CD をね、なんと10枚だけ持ってきたので、もしよかったら最後、欲しい方はサインもするので、声をかけてください。あとサブスクリプションでメモリーズは聴けるので、また聴きたいなと思ってくださった方は、はい、ぜひ YouTube などで聴いていただけると嬉しいです。すごいな本当に。いや、私もね、あまり路上ライブ回数やってないのですごいドギマギしちゃうんですけれども、まあ、ここでちょっとあの宣伝をさせていただきます と、自身のね、ワンマンピアノ弾き語りワンマンライブが6月24日に楽屋で、あ、中目黒の楽屋というところであるんですけど、それはなんと ありがたいことにソールドアウトしてしまいまして、でですね、6月の4日ですね、音のなる部屋というもっちゃんさん主催の、ライブがあるんですけれども、そちらに、直近だと出演させていただきますので、もしよかったら来てくださいあとですね、全然ライブヨルネージャーみたいな思ってる人もいるかもしれないんですけれども、またライブの日程決まりましたら随時 SNS などで宣伝させていただきますので、ぜひチェックをお願いします。それでは、次に歌わせていただくのはですね、どうしようかなそしたらですね、よく私が路上ライブで歌って、前回ここで2月に、やった時も歌った曲です。それぶりかなぐらいになるんですけれども、シェネルさんの楽曲を歌わせていただきたいと思います。君に贈る歌という曲です。私シェネルさんと、去年の12月にお会いさせてもらって、でそこからね、より大好きになったんですけど、なんとね、6月3日かな、3日か2日か、あのビルボードでライブをされるんですけど、一人参戦をするぐらい大好きなシェネルさんの楽曲を出せていただきたいと思います。それでは聴いてください、君に贈る歌。顔も見たくない時も
さん間違えてしまいました、ごめんなさい。はい、私の歌声を今日初めて聞いたよなんて方いらっしゃったりしますか？嘘つきがいる。嘘つきは何人か言いますけども。あ、本当ですか。じゃあ 生ライブというか生声を聞いたこと初めて聞いた方。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。路上ライブもね、定期的にやりたいなとは思ってるんですけど、なんとこのね、公認の場所がすごい争奪戦で本当に全然取れないんですよ、予約が。なのでね、取れた時にはまたやりたいと思っております。はい、そしたらですね、次はですね、どうしようかな、最後に、私がいつも大切に歌っている、小田和正さんの確かなことを歌わせていただいて、あとリクエストも、リクエストコーナーみたいなのもやらせていただきたいなと思っておりますので、ちょっと考えておいてください。アカペラでやろうかなと思っております。はい、それではですね、最近本当にいろんなところで歌を歌わせていただいているんですけれども、よくね、私が愛知でイラゴイラゴって言ってると思うんですけど、イラゴリゾート&コンベンションホテルというね、すごく素晴らしいホテルがあるんですけども、そこでよくリサイタルをさせていただいておりましてですね、そこでも歌っている曲を、歌いたいと思います。すごい路上ライブでやるのはすごい久しぶりなんですけど、映画の、ポカホンタス、ディズニー映画ポカホンタスという映画で、私すごい好きな、カラーオブザウィンドという曲を歌わせていただきたいと思います。映画見たことない方もすごく日本語が美しいので、ぜひ、想像しながら聴いていただけたらと思います。それではカラーオブザウィンドを聴いてください。
そして初めて答えがわかる。風の色は何色か。カラーオブザウィンドという曲を出させていただきました。はい、ありがとうございます。ですね、もう本当に路上ライブでこうして動画を撮ってくださったりとかで、本当に全国各地、世界各国自分で言うのはあれか私の歌声が届いてるみたいで、オーストラリアに住んでる方から DM 来まして、日本人の方でいつも聞いてますと。本当にね、どこで誰が私の歌を聴いてるかわからないので、はい、いつもいつも大切に丁寧に新鮮な気持ちで歌おうということをいつも心がけていますけれども、それではですね、次の曲も多分この曲で私を知ってくださった方も多いんじゃないかなという、ミーシャさんの愛の形を歌わせていただきたいと思います。私はですね、路上ライブではこうして、カバー曲だったりとかをやらせていただいているんですけれども、最近徐々にオリジナル楽曲を増やしていてですね、ライブではよくオリジナル楽曲も、たくさん歌っております。で、2024年はたくさんオリジナル楽曲制作して、オリジナル楽曲もいいなって思ってもらえるように、目標にね、頑張っています。はい、ありがとうございます。そしてですね、私の、一番尊敬するアーティストがアンジェラ・アキさんなんですけれども、アンジェラ・アキさんの、ピアノの弾き語り、アンジェラ・アキさんのようにピアノ1台でね、1万人とかを超えるようなお客様を感動させられるアーティスト、ビッグアーティストになりますので皆さん、はい、3年後にはね、こうして路上ライブはやってないかもしれないのでね、ぜひ温かみ守っていただけたらと思います。それでは愛の形させていただきます。聞いてください。私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を胸が痛くなって
います。愛の形でした。それではですね、ちょっと、ここから、リクエストコーナーみたいなのをやりたいかなと。早いですね今このそしたらじゃあちょっと、ありますか。はい、どうぞ。糸、ありがとうございます。あと、多分サビだけとかになるんですけど、ワンフレーズなので何曲かいただけたら嬉しいかなと。ありがとうございます。それを愛と呼ぶなら、それを愛と呼ぶならウルさんのそれを愛と呼ぶなら、ありがとうございます。あと、ある方いらっしゃいますか。はい、川の流れのよう。川の流れのよう。皆さんもう私のこと知ってますね、本当に SNS 見てますね。はい、あともう一、どうぞ。の代わりにメロディーを。いいですね、ありがとうございます。最後1曲ぐらいある方いらっしゃいますか。僕が一番欲しい。僕が一番、ありがとうございます。それでは、5曲今いただいたので、歌わせていただきたいと思います。なんかね、前回ねここでやらせていただいた時にもう雨もすごくて強風でもう嵐みたいな日だったんですよね。それでも来てくださった方たくさんいたんですけれども、だから思いがけずアカペラになってしまったんですよね。そうそうそう、それが良かったのか悪かったのかちょっとわからないですけど、結構回ってて再生数ということでね、私もアカペラで、私アカペラ出身でずっと音楽の先生目指してやってて、大学も行って大学で全国優勝してとか、アカペラをのやってたのでね。はい、それでは糸から歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。なぜ巡り合うのか、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのか、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。ありがとうございます。糸を歌わせていただきました。次、あれか、花束の代わりにメロディーを。いけるかな。花束の代わりに、このぐらいかな。いきますよ。花束の代わりにメロディーを、抱きしめる代わりにこの声を、いつも遠くから君を見ていた。でも今日は僕を見つめて。ありがとうございます。やっぱりサビだけだとあっという間ですね。あともう忘れちゃった。何でしたっけ。そうでした。川の流れのようにいきましょう。ちょっとじゃあ、デコボコ道から歌いましょうかね。デコボコ道や、曲がりくねった道、地図さん
いくつも時代は過ぎて、ああ川の流れのように止めどなく空が黄昏に染まるだけ。ありがとうございます。はい、あと最後がですね、なんだっけ、それを愛と呼ぶなら、それを愛と呼ぶなら、ありがとうございます。いきます。守りたいものがあると、そこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行くから、雨風に打たれてボロボロになったら、不格好な姿を笑ってくれ。一度転んだからこそ見える世界があるなら、もう二度とその手を離さないように。やっと気づいたんだ、君と過ごす日々本当に欲しかったものがそこにあるんだよ。はい、ありがとうございます。 あとなんだっけ、マッキーの僕が、あ、そうだった僕が一番欲しかったもの、そうですね、きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。ありがとうございます。それではですね、まあ、あっという間の、1時間でしたけれども、最後の曲歌わせていただきたいと思います。小田和正さんの確かなことという曲ですね。はい、私ね、伊良湖のホテルでもね、よく歌わせていただいてるんですけど、ある時ね、普通にリサイタル終わって、そしたら お母様と娘さんが私のところに寄って、駆け寄ってきてくださって、泣きながら本当に良かった、今日あなたの歌偶然聴けて良かったって言ってくれたんですよ。で、聞いたらですね、半年前に旦那様を亡くされた、お母様と娘さんが伊良湖に2人で泊まりに来られてたらしくて、まあ、その多分リンクされたんでしょうね。すごい涙を流しながら、よかったって言ってくれて、私もちょっと思わず泣いてしまったんですけど、もう本当にもういつどんな時に誰の胸に刺さるかわからないので、はい、私もいつもいつも気持ちを込めて歌いたいと思っております。それでは、最後ですね、確かなこと聞いてください。風が強いね雨上がりの空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中で、悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた、君のために今何ができるか、きっと
はこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたい。切な時一人でいないで、遠く遠く離れていかないで、疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう。いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめて、言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか、ここへは戻れない。でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で気持ちのままで見つめていること。忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。きっとそばにいるから。ありがとうございました、シンガーソングライター若菜でした。これにて、ラジオライブのステージ終わりとさせていただきます。